てゆまちゃんが聞き取り調査して何が食べたいか聞いてくれて、はるかさんってちゃんと書いてくれてました。優しい、優しいですね。え、みんな今雨降ってる？降ってないですか？難波にいるよって方限定難波にいるよって方、難波にいるよ。雨降ってます？降ってない？あー、もうめっちゃお腹空いた。晴れてる？お、止んでんのや。なるほど、よかった。止んでるってよかった。もうね、今日は朝行くときに雨って昨日ママから明日雨って聞いてたのに、雨の日には絶対履いてはいけないアグのブーツを履いてきてしまって、もうめちゃめちゃ萎えてとぼとぼ来ました、難波までほんまにやってもうて、だいぶ濡れた。あとお気に入りのコート着てたのよ。で、傘持つの嫌やから傘持ち歩きたくないから当たり前に濡れてきました。ファルコンです。レイコちゃんいます今更です今更ですよ。レイコちゃんいます。そう、アグを濡らしたとい そう、リボンがね、悲しい、新たに変わりました。こっちになりました、リボンが。これから多分、まあ、別にこのリボン、そんな悪くはなくないと思うねんけどね。はい、覚えてください、このデカリボンが私です。うま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 、マンゴースだろ。違う、マンゴース、うんうん、違う、マンゴース違う、違う、違うってマンゴース違うって。うんうんうん、ほんとね、そぼろ弁当食べてます。マジ弁当いてやめてどう考えてんのこっちやろ。2種類あってんな、うん、2種類あって、うん、やっぱりレイちゃんと同じ本を選んでました、うん、牛タンと、牛タンちゃうわ。雨でも傘さ、プルコギ、プルコギ、雨でも傘ささない。そう、雨でもね、あの多少の雨、うん、いけるやろって時やったら絶対ささない。もうね、持ち歩きたくないねほんまに。わかるね、うん、めっちゃ嫌じゃない、うん。今日ももう息から降ってたけど嫌だって持ってかないって言って、まあね、オーストラリアの人も傘ささん。いや待って、何情報、なんで、なんでオーストラリアの人、なんで知ってんの、すげえ友達おるヨーロッパの人やんってやっぱ抱えてるねんけどそうなん、いらんかった、はるか、ね、傘はさしたくないですね、絶対忘れるし持って帰るの。うん、うーん、なんや、私も今度ね、小雨で避けてみよう。ん、うん、よ、いけ？うまい、これマンゴース。うん、全然まだ届かへんの、セーターって何してんのや。うん、怒ってます。9月26誕生日やいで。え、まだなの？うん、まだ遅くない？ネットの人届いてないの。うん。そんなかかんねや。なんでだろう。今日早くも昼夜なのでねじりハーフツイン、いや、なんかね、違う体力が心配です。なんかめちゃめちゃ初めてやりましたってメイクさんに言われたなんかインスタで
見つけて、アイドルさんのなんか髪飾りがねツイン用にしちゃったんですよ。自分で選んだんやけど、この間なんでこの秋ってどうやっとでツイン用やから、なんかそれに合う髪の毛したいなと思って、でもおろし系にしたいからフィルはなんかないかなと思って探したら、なんかアイドルさんがこれをしてるのを見つけてやってみました。なんかねじり、ねじりじゃないわ、くるりんぱっていうんですか、これやって耳かけみたいな。めっちゃ結構終わりじゃ、ね、シンプルか中旬じゃね今、うんうん、中旬ハーフアップも見えない、せえへんかも。今んとこ M ではハーフアップしないつもり、あの高めはしないかな。メンバーの子はそうやね、なんか選抜は言われてるとかってしてたらごめん、うん、そうなんか知らんけど、してください。今んとこはないかな。低めの、あの最近よくやってたハーフアップはどっかでしたいなと思ってるんですけど。確かにクリッパでちょっと寒いけど来て、みたらしい。君はいつ来てくれるの？M できないとっていう使命感に駆られて、今はるかの部屋の机の上にみたらし T シャツ置いてる絶対に着ようと思って置いてるよやはりはるちゃんの代名詞の高めは見たいわ。ごめんそれはもう無理もう見納めて、見納めたやろ。可愛い衣装の時はだいたいハーフツインとか可愛い髪型するから、さすがにもう強すぎるんですよあれ。可愛い衣装の時はだいたい可愛い髪型してる。 N の時はいいけどちょっと M には合わない。私情報強すぎる。ぬいぐるみマジツインテールお願いします。いつかします、いつかしたい今日ではない今日はもうあの昼も夜も決めてるんで。ポニテなしたいねんけど、ヘッドセットがユニットがヘッドセットやからちょっとね難しい。はるかなかな、はるかだけなんかポニーテールしたらヘッドセット落ちてくるんですよね。なんやろ、後頭部のこの下の部分ないんかな、なさすぎるんかな、なんかねダメなんですよこれ。ちょっとねやるのが怖くて。もう喋れるよ。あでもあと一口だけ食べていい？ありがとう。猫ちゃんヘア絶対無理やな、それはもうあのユニットの髪飾り見たら無理よあれは。いやおぞま、おそばちサマングス、耳つぶれちゃう。あなた作ってくれたの今日のご飯、あなたが作ってくれたのね、ありがとう。いろいろあるんですよね髪の毛、一人どころ大好き。難しいんだ。お 27M 公演詳細出た？そう 27M です、ぜひ聞いてください。途中で離脱は避けたい。いや避けたい、もうだってあと数回しか出れへんって考えたらもうね1秒でも長くステージに立っときたいですよね、さすがに。ちょっとこれ以上ね食べると公演に影響してあの回らんようになるので、やめて。だから半分しか食べてないんでしょやめてレイちゃんね、もう頼むよレイちゃんね、レイちゃん頼むよ。大阪は寒いですね寒いです。宇宙になる、肘、いやー私もすぐ朝できるから。あったかい、こうあったかいね人のフードを下で暖を取ってます。うんそうやね、生誕そうやね、真似できひんねん。かわいいやりとり、うん、いつもこんなんばっかり、ずっとこんなんしてます揺れてる。そんなんするからもう今めっちゃ摩擦で静電気溜まってんで、私静電気女やからもう知らんで、どうなっても死んでも知らんであったかいやろ。でももともとあったかいですけど、死んでも知らんで、あったかいやろねえ言うてるけど、あったかいやろ、高くなったやろ。
あ、そういえば未練がないの。そういえば何そういえば髪染めようと思うんです。いいね、明るくしたいと思ってます。いいね、以上伝えたいことは、レゴちゃんのそう、レイちゃんパワーね、それだけです。できないの、私一列目やから。なんでなの、逆になんで私はハルちゃんパワーを受け取るために M に来たのに。そうやで、ハルカこそやで、レイちゃんにハルちゃんパワーを受け取ってやってもらうために M 来たのに。そうやで、何をしてるの、ほんまに。あなたは何をされてる方なの心の中の和田アキ子さん、出てくる。何が、何、何が、そう、あ、そう、東京虫ぐらいの時にしたいねん。もちろん受け取ります。はるかはもちろん。だいぶでもね、これ黒に一回染めたやんか。そっからね、一回もまだ染めてなくて、でもこんなに色落ちしてるっていう。だいぶ明るめなんやけど、ちょっとね、東京虫らへんの髪色が恋しくなっちゃって。なので、どの楽曲でハルちゃんパワー出して受け取ってるか楽しみにしててください。受け取りはしてくれてるからな、うん、そう、自己紹介でできんけどね。そうだね、自己紹介は受け取れへんけど、とある曲で受け取れるんで。私、そうそうそう、見どころ、見どころ、そこが一番の見どころ一番やったん、気合いポイント、一番やったんか。私の気合いポイント。なるほどね、明るいの楽しみ。え、そう、なんか結構女の子の、女の子が明るいの好きって言ってくれる。ポニーやから、嬉しい。もともと釣ってるの、嬉しい。何を言ってんの、ほんまに。垂れ目女垂れ目女、ほんまに、ほんま羨ましいわ。垂れ目、垂れ目よくないよ。垂れ目ほんまに羨ましい。もうね、あかんよ。ここ、ここ、この、ここがいいの。わからんわからん、こうなってるとこもうこっち向いてないや自分の配信ここがいい、放置してる。羨ましいわ私はこうなってるんですよ。でも、はるかはこうなってる、それが羨ましい。わからんすぎ、ピンポイントすぎるって書かれてるそれがほんまに、いやいやいや、羨ましい。絶対絶対ちょっとこう、ちょっとつってるぐらいの方がいいよ。うん、ね、あ、裏山。やだ、猫目。いいやん、猫目。嫌ですけどいいやんか。ポニー頭思ったら、もうほんまに持ってかれるんだね。解説員の方が解説してくれました。なんか頭飛んでくんちゃうかなみたいな。飛んでいきません、垂れ目やばい、もうタレ目って言われた。タレ目って呼ばれてる。そう、ポニテでね、ちょうど良くなるから、タレ目勢は。ポニテしたらもうギョインギョインやもんね。みんなもうね、あの釣り目嫌な人はこうめっちゃこうやって押さえて、頭皮押さえて、そうそう、ポニーテールくくってもらうときにするんやけど、はるかちょっとしかせえへんちょっと釣ってほしいぐらいやから、ちょっとしかしないんですよ。ほら、頭飛んで言ってるの何回か見たことある気がするって言ってる。タレハルやってもう全部レイちゃんファンの方は全部何ハル、ま、にするから、タレハル。いつめんの2人。そうそう、まあでも2人ではいつめんと言えないんで、うん、これはもうレイちゃんハルちゃん。違うって、レイハルや言うてね最近このやり取りばっかしてる違うよね、この2人だけだったらもうあのレイちゃんハルちゃんの中なんで。違うって、レイハルや言うてんの違うよ、レイちゃんハルちゃんの中なんで。違う言うてね。そう、だからもう一面はやっぱね、もう心身がいないと一面にはならないんですよ、残念ながら。そうだから、もう心身を M に召喚させなければいけない。じゃあ君がナンバラに来たらいいね。はにゃ、君がね言ってるでしょ。ナンバラって何？六期生全員揃うね。ナンバラって何？六期生全員揃うの。ちょっとはるかにはナンバラっていうのが分からへんわ。ちょっと分かるでしょ。ちょっと分からへんわ。お高いんかな。はるちゃん、お高いオタクのトイプードルみたい。どういうこと？確かに、ほら犬。
ちょっと待ってくださいよ、私 M 公演はね犬封印しないとダメなんです。犬 NG なんです。ちょっと M 公演だけでは超め M、 これは原 M 違う、これ今 M これでしょ、これなの、それはもっと前の M。 でも確かになんかちょっとさお高めのさ、うん、お家のプードルとかってなんか耳こんなつけてるよ。だからそれやん、それ言うてんねん。いやーめっちゃおもろい、うん、ほら、まあ、色もねちょっと最近茶髪になり始めてプードル感ありますからね。プーハルやって、プーハルはなんかもうプープーですか、それまたちゃう人かな。おもろ、まあ、ちょっと今日は犬封印、犬 NG なんで、犬派やけど、いや猫も好きですよ、猫も大好き、ほんまに猫触りたいね今めっちゃ。猫好き、めっちゃ猫好き、キャー、めちゃくちゃ猫好き、キャー、猫は肉球プリプリ、そう肉球触りたい、めちゃくちゃ猫好き、でもな、もうアナコンダ、シャもうしんどい、もう待ってや、切り替え早いよ、はい、一緒に。じゃあ私もランキング読みますね、ちょっと待っていいですか、はい、このゆうちゃんはゆうちゃん、はい、はい、13位やぶちゃんありがとうございます。12位やすのりさんありがとうございます。11位カラスさんありがとうございます。10位バタヤンさんありがとうございます。9位やっさんありがとうございます。8位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。7位くにさんありがとうございます。6位みかたちゃんありがとうございます。5位つんちゃんありがとうございます。4位ひでさんありがとうございます。3位なにどうゆきさんありがとうございます。2位ひろぞうさんありがとうございます。そして1位がまるるさんです。ありがとうございます。それでは皆さん昼公演見てください、夜公演も見てください、どっちも見てください。劇場ね来てくださる方はぜひぜひ大きなはるちゃんコール、そしてオレンジペンライト2本お願いします。ではでは頑張る。